皆さんこんにちは。囲碁で世界を変える女、まゆです。久々にしゃべる系の動画を撮ることに決めました。今日はですね、こちら囲碁をやると人生が豊かになる3つの理由についてお話しします。こちらの動画はこれから囲碁を始めたいと思っている方や、囲碁を何か趣味をやってみたい、その中の候補に囲碁が入っている方、そんな方に向けた動画となっております。一応囲碁を打つという方も、見ていただけたら、参考になるかもしれないですね。皆さん囲碁をですね、広めたいっていう方たくさんいると思うんですけれども、その囲碁をやるメリットについてちゃんと語れてる方っていないなっていうふうに思って、この動画を撮ることに決めました。例えばですね、なんかこうボケ防止にいいとか、その効能的なもの、これにいい、頭が良くなるとか、そういうことを提示してる人はいると思うんですけど、でも結果的にじゃあボケ防止になるから始めようって、ちょっと動機として弱くないですか？私だったらちょっとそれは弱いんですよ。でも囲碁をやったらあなたの人生が幸せになるんですよっていうことをちゃんと伝えられる人がいれば、囲碁をね、あ、そういう部分があるんだ、じゃあ始めようっていう方がいるかもしれないなと思って、この動画を撮ることに決めました。早速ですけれども、3つ理由があります。出会いと挨拶力の向上と自己成長です。それぞれ解説していきます。まず出会い、囲碁はですね、老若にゃんと年齢、性別、国籍、職業、体の大きい小さい関係なく、同じフィールドで人々が戦うことができるゲームです。でルールも、中国ルール、日本ルールとかってあったりすると思うんですけど、基本的なプレーは全く一緒です。カウントの仕方がちょっと違うだけで一緒です。っていうことはですよ、例えば5歳の子供と、そうだな、30歳ぐらいの屈強な男性が全く同じ記録であれば対等に戦うことができるわけですよね。これってスポーツではまずありえないですよね。もうそんな屈強な人は子供をね、えいってできちゃうわけじゃないですか。でも囲碁は同じ条件でこう盤上で戦うことができるんですよ。でなかなかそういうのってないですよね。そうすると、出会いの機会が増えますよね。普段例えばそのうちの囲碁カフェだったりとか行くと、年配の人がいたり、若い人が いたり、外国人の人がいたりっていうふうに、いろんな人がいるわけですよ。で囲碁をやらなければ出会わなかった人って多分たくさんいるんですね、私の中で。それまで普通に OL やってきたりとか、バーテンダーやってきたりとかしたんですけど、年配の方と出会う機会っていうのはほとんどありませんでした。なのでそこで例えば70歳とか80歳の方に出会って、当時の戦後の様子を聞いたりすることって、私の祖父はね、祖父とか祖母とかもう亡くなっちゃってるので話す機会ってなかったんですよね。でもそのお客様と交流があることで、そういう歴史の話を知ることができたりとか、逆に若い世代ですね、20代の子たち、前半の子たちと会って、あ、今そういうものが世間で流行ってるんだっていう知ることができたりとか、出会いっていうのは自分の世界観をこう広げることができるわけですよね。なので囲碁をやると人生が豊かになる一つ目の理由は出会いです。自分の幅が広がる。なので一つ目に持ってきました。2つ目、挨拶力の向上です。これはね、リアルに人と対局するっていう時に限られてしまうんですけれども、リアル対局する時はですね、必ず初めによろしくお願いしますっていうのと、ありがとうございましたって言います。それはね、礼節みたいなものなので、言わないなんてことはもう全くありえないですね。でこういったお店であれば、なんとかさんです、なんとかさんです、じゃあよろしくお願いしますって、私たちがアシストしたりするんですけど、基本的に人と打つ時はどこに行っても、大会に行ってもよろしくお願いしますっていうのと、ありがとうございますっていうのを言います。で挨拶ってコミュニケーションの基本じゃないですか。例えばその英語がね、喋れないとか、他の外国語喋れなくっても、挨拶ってなんか知ってたりしないですか？例えば英語だったらハローですけど、他のなんだろうな、フランス語だったらボンジュールとかって、なんか挨拶ぐらいはちょっと知ってたりするじゃないですか。これね、なんでかなって考えたら、やっぱり挨拶っていうのはコミュニケーションのきっかけの
まあ、一番ベースとなるものなんですよね。だからまあコミュニケーションは円滑にしてくれるためのものなので、挨拶力を磨くのには囲碁はもってこいだと思っています。なぜかというと、じゃあ例えば365日ですよ、人と対局する機会がある人がいたとします。その人が丁寧に相手の目を見てよろしくお願いしますっていうのと、ありがとうございましたっていうのを、ね、ピッとした姿勢でね、笑顔で365日言い続けた人と挨拶をねしなかった人と、どっちが挨拶力って向上しますか、要はコミュニケーションの力って向上しますか、同じ人生になりますかって考えたら、絶対的に365日姿勢をピッとして笑顔で相手の目を見てよろしくお願いしました、ありがとうございますを言えた人の方が絶対に豊かになるじゃないですか。だって挨拶はコミュニケーションの基本なんですから。だから囲碁を打つ、ね、挨拶は当たり前のようにするものですけれども、挨拶するときにちゃんとそれを意識してやり続けた人とやり続けなかった人とでは、まあ、人生は全然違くなりますよね。じゃあ例えば囲碁をやらない人、まあ、他のゲームでも挨拶っていうのはあるのかもしれないんですけど、でも挨拶をする機会が普通の人より多いっていうのは、それぐらいコミュニケーションの数が多いっていうことなので、まあ、挨拶力を磨くことができます。3つ目、自己成長ですね。大人になると何かにチャレンジしないと自己成長って感じることできなくないですか。成長ってどういう定義付けをするかだと思うんですけど、私は今までできなかったことができるようになるっていうのが成長だと思っています。で、まあ、それを定義とするならば、今までできなかったことができるようになるっていうのは個人の幸せにつながりますよね。なので、まあ、自己成長、全くできなかった囲碁がちょっとね、例えば囲碁のゲームが終わりが、囲碁ってこの終わりの判断がすごく難しいんですけど、終わりの判断ができるようになった、それから囲碁は今の特にうちのお店は初心者の方が多いので、給料番っていう小さい番から段階を上げてできるようになっていくような仕組みを作っているんですけれども、9路盤っていうのをやって13路盤やって19路盤って大きくなっていくだけでも、あ、私ちょっとずつ伸びてるんだっていうことを感じることができるじゃないですか。それって嬉しいことですよね。だって人は何かができるようになっていった方が嬉しいわけじゃないですか。何かができなくなっていくのが老いだって私以前70歳ぐらいのお客さんに言われたことがあるんですけど、あ、なるほどなっていうふうに思いました。なので囲碁は何歳からでも自己成長をすることができます。それが80歳からスタートする方だっていらっしゃいます。なので自己成長することができて幸せを感じることができるっていうのが一つ、もう一つはその自分の成長を見て喜んでくれる人がいるっていうのが、まあ、素晴らしい点だなっていうふうに思っています。私はその級位者囲碁 YouTuber としてですね、家の本棚に眠っている詰碁の本を1ヶ月本気でやったら強くなれるのかどうなのかっていうこの YouTube のコンテンツを、7月ぐらいからやり始めました。で、それをやってみて思ったのは、私の成長を喜んでくれる人が、まあ、視聴者の方がいるっていうのがちょっと新しい発見で、まあ、もちろん私は強くなりたいので勉強して対局に勝ったら嬉しい、でもそれを見て、あ、強くなってってるねって私より全然強い方々見てて思うらしいんですよ。でもそれってその人の成長につながってるわけじゃないじゃないですか。でも私が頑張っていることがその人の人生にとって、あ、この人頑張ってるか、私も頑張ろうっていう勇気を与えるきっかけになってたりするわけですよね。もちろん例えば日だまりで囲碁を始めたりすると、そのお客様の成長がですね、私だったりインストラクターの塚先生だったりっていう喜びにつながったりするんですよ。なので自分も育って嬉しいし、周りにいる人も成長を、その人の成長を見て嬉しいっていう、自分も周りの人も幸せになるっていう、こう素晴らしいツールなんですよね、囲碁っていうのは。なのでこの3つ目の理由は自己成長と書きました。はい、囲碁をやると人生が豊かになる3つの理由についてお話ししました。いかがだったでしょうか。やっぱりね、その囲碁をやるメリットみたいなのを、ボケ防止ですよとか何かにいいですよって言ってなかなか始められる人ってなんかいないように私は思っています。そういう理由で来てる方ってあんまりいなくって、
私が囲碁をね、うちの店に来てくれたお客さんにいつから始めたんですかとか、何をきっかけに始めたんですかっていうのを初めてのお客さんに聞くようにしています。そこで一番多いなって感じるのは、お母様がやっていたとか、家族がやってた、でその人が他界してしまった、その人が興味を持ってたものに私もやってみたいと思った、だから始めましたっていう方が結構多いんですよね。それって別にその人が勉強したって何のメリットにもならないんですけど、だけど原稿化するならばこういうものが私の中であるんじゃないかなっていうふうに思いました。やるとですね、本当に豊かになります。私はもともとね、家業が碁会所って囲碁を打つ場所だったんですけど、本当にね、家業が碁会所っていうのが5年ぐらい前まではね、恥ずかしくてしょうがなかったんですよね。地味だし、おじいちゃんの趣味でしょっていうふうに思っていました。でも実際に家業をね、継ぐことになって覚えてやってみたら、あ、こんなに素晴らしいことがあるんだと、これはね、伝えなきゃいけないなと思って今回この動画を撮りました。ね、人それぞれ人生が豊かになるっていう定義も違いますし、他にもね、理由はたくさんあるよっていう方はいると思うんですけど、私はこの4年間ね、囲碁をやってきて、もうこれはもうみんなにぜひ伝えなきゃなと思って今日お話をしました。これからもですね、こういったようなコンテンツもちょこちょこアップしていきたいと思いますので、何か応援コメントなどがありましたらコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。はい、最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お会いしましょう。さようなら。